酪農業とあと畑作の方をしてます。お嫁に来て、はい、と和歌山県の海南市になります。美幌町の未来農業センターというところで農業体験実習生として来たのが最初のきっかけです。学生時代から少し興味があって、でも結局農業系には進まずに OL として事務の仕事してたんですけれども、何か違うと漠然と心の中では思って、ただ何が違うのかっていうのが分からないし、自分がどうしたいのかっていうこともまだその時ははっきりは見えてはなかったです、でも農業って言ったら北海道かなっていう感じがあって、もう一気に吹き飛びましたね。ここだなって思いました。やっぱりこの広い空とかも畑土地がまずもう心がなんか穏やかになるなっていうところと、やっぱり人ですかね、人とのつながりがすごくあったかいなって思ったのが大きかったですね。でもう何も迷うことはなかったですね、はい、最高です。100点満点です。このなんか子供も3人いて素晴らしく順調だなっていうふうに思ってます。この感じがずっと続いていければいいかなとは思ってます、ね、そんなに思ってるほど難しいことでもないかなと思います、人生一度きりなのでなんとかなると思います。